支配すみれは、山間部に見られるすみれかすみれ族の植物の一種。早春に赤みの強い紫の花をつける。立ち上がる茎のない、小柄なすみれ類で、すみれに似ているが、やや小柄で赤みが強い。全体に毛がない。早春に落ち葉をかき分け花を咲かせるため、よく目立つ、支配すみれ地下茎は、ごく短く、また太くならない。あまり株立ちにはならない。 古腹系も出さない。葉は、少数を、根生する。背丈は、せいぜい10センチメートル、より低いこともある。葉は長い柄があり、養心は2から4センチメートル、傭兵は、それと同じくらいか長い程度。養心は細長く、三角状況乱形、基部は深い心形。縁にはごく浅い虚子が出る。葉は柔らかく、表面は、 新緑色で時に白いブチが入る。裏面は緑の色が薄く、それに紫の色が乗るのが普通である。紫の色には個体差があり、薄く紫のものからかなり濃いものまであり、色の濃いものでは傭兵なども紫がかる。両面とも毛はない。家計は細く立ち上がる。夏季は4から5月と言われるが、同じ地域のスミレの中でも早い方。花は、 赤みの強い紫だが、ほとんど白く見えるほど薄い場合もある。花弁は、長さ8から11ミリメートル、側弁は普通無毛、強顎から6ミリメートル、細くて、上を向いている。名称は、村、山間部に生育する。標高が高い場所とは限らないが、市街地や工作地の周りに出現することはなく、雑木林や森林の林園などに生える。 やや木陰に見られることが多い。数は多く、生育地では密集した群落は作らないが、まばらに多数が生えた結果として一面に花が咲いているのを見ることがある。本州中部以西、九州に分布し、国外では朝鮮南部から知られる。個体変異は多く、以下のような品種が記載されているが、普通の図鑑では取り上げられるほどのものではない。 こういうのにいちいち名前がついているのは、スミレならでは、と言えなくもない。それぞれの特徴はその名そのままである。種内の変種としては、以下のものがある。さらにその変種もある。本州から知られる。支配スミレより、さらに葉が細く、学編は、より幅広く、虚はより長いなどの違いがある。他に、自然雑種が知られており、エーザンスミレ V アイゼネンシストのものは、 以下の名を与えられている。さらにその編集も記載されている。ヒゴスミレ V、ジェラフィロイズバリエーション、シーボルアナとの間には以下のものがある。なお、これは、現記載の段階では、エーザンスミレとの自然雑誌と考えられていた。支配スミレに似た別種には、現ジスミレ V、ベリゲイタバリエーション、ニッポニカ、フジスミレ V 特物アナ。 ひなすみれぶいたけななどあるが、それらはより幅広い葉を持ち、有毛であるなどの点で違いがある。ありがとうございます。